はい、それじゃあ肉のロー加工のこの短い方が肉と四駆を切り替えます。これ肉と四駆ね。まあちょっとシエルリンクさんの参考にしましたが、これはで、こっちはローギアとハイギア、そしてニュートラルも入ります。はい、そういうのがこれで、これがハイニューローですね。で、車の前向き方向はこっちです。まあそれは一応頭に置いといてください。これパチンコ玉3つ入ってます。その間にこの棒が入ってるんですね。肉、今ハイギアの肉ですね。肉のハイギアはね、こういう状態、こういう状態でここにはまってます。こうやって、で、まずは四駆にしますって時はこのシフトをこっち動かします。 2H から 4H って感じです。そうするとこいつはこっちの図で言うと2のハイ、2H から4の H、 こういう風になります。はい、まあ、今切り欠き見ても揃ってますよね。はい、でここの切り欠きがこうと揃うんで、今度シフトノブをこう持っていけるんですね。 4H はずっとこの状態です。はい、で次四駆のローに持っていきたいのでこういく。そうすると次こっち側にはまってますね。で上に一回やるとこいつがこっち動きますね。一段動かします。ゴン。はい、そうすると一段動いた、ドンということでニュートラルになるんですね。これニュートラルです。でもう一回こいつを上に動かします。バー上にやるってことはこいつが下に下がる、こいつもこうきます。これで四駆のローギア完成ですね。で肉のローにするには今度ここ今白いペンで書かれてるんですけど、ここに穴開けてやるとまたこいつがこういけますね。でこう入ります。でこっからさらに上にゴンとやればこいつがこっち来ますね。そうすれば今 4L ボーンとやればこう来るわけです。そうすると肉のローギアに入るっていうことですね。なのでここにシフトを入れたいのでここ穴開けて、であとパチンコ玉が3個あるんですけど、どっちかに切り欠きがないと出てこないんですよね。肉のローってとこはこのローのとこに赤いところに穴開けてあげないと、要は壁と壁になっちゃうわけです。切り欠きがないのでシフトができない。というわけでローの方に切り欠きを入れてやれば、四駆のローから肉のローに切り替えた時も、この切り欠きのおかげでパチンコ玉が入るので切り替えれる。というわけで2箇所の加工が必要です。まずは短い方の肉四駆切り替える方はここに切り欠き入れて、シフトがシフトレバーの根元が入るようにしてやる。そんでローギアとハイギアを切り替える方はこの3つ穴がありますね。3つ穴があるうちの一番下の3つ目のところの反対側に穴を開けてやる必要があります。はい、今白ペンが入ってるところは穴を開けてやる必要がありますね。まあ、これですね。これ四駆肉を切り替える方はこの画像の通り穴を開けてやる必要があるよっていうことになってきます。じゃあ加工に取り掛かりましょう。熱い熱い、グラインダーの熱が。はい、ここ開けたこの穴、この穴がシフト入れるとこにしました。しましたっていうかシフト入れる穴です。でこいつはこのこれですね。これは自分で穴開けた穴です。これで肉のローになるはずで、もしかしたらここのシフトがここ入るんですけど、もうこういうとこに干渉して切り替わらん可能性もあるので、まあ試験をやってから組み上げるということにしていこうと思います。はい、このローとハイの切り替えはここにあるスリーブがね、このようにどっちのギアに噛むかで変わってます。これがニュートラルですね。これ今ニュートラルで、このスリーブがこっちに入るとこちらの動力、つまり、ハイギア、こいつがこっちに入るとこっち、ローギアのギアに入るということになりますね。これニュートラルで、これはどうやって切り替わってるかっていうと、まあ、今撮ってますけどこのようにスリーブの隙間にはまっていて、で運転室のレバーを操作するとこいつがこう切り替えてくれるんですね。こう切り替えることで室内からローギアとハイギアを変えてるという仕組みになってます。はい、今回のギアはこちらですね。で組み替えてやるのはこれがローギアでした。なのでこいつをここに、こいつを組み込んでやるということになります。なんで比べればもう一目瞭然ですよね。ギアが大きくなるのでトルクが高まります。こいつは外しちゃいますね。で
続いて組み替えてあげるのが真ん中ですね。これ純正の組み合わせです。これとこれで今から入れるのはこのサイズになります。はい、このようにもうローギアのギアがこのギアが大きくなるんですね。これがダウンギアって呼ばれます。でこうやって回ればより遅いけどトルクが大きいっていう構造になりますね。はい、この組み替えを行っていきます。まあこっちはそのままこうするだけでいいんでこれで終わりです。でこれはもうまあ終了です。お疲れ様でした。とで次にこいつを外してやらないかんですね。こいつを外してこいつを組み込むということになります。はい、というわけでこれでローギア抜いてあげます。にプレスで徐々に抜いてやればうっしょー。はい、というわけでこれでね、ローギアが抜けましたね。まあローギアは実はスコスコです。ローギアがこれで取れたのでさっきのでかいやつをここにぶっ込んであげればローギアの組み込み完了ですね。はい、洗浄液につけましていろんなパーツの洗浄も行いました。これは外のケースですね、中もピカピカになっております。でそして、バラバラになったギアたちが今並んでますけれども、ダウンギアを組み込んでいきます。でまずはスリーブなんですがこれもね向きがあるので向きを間違えないように、で分解するときに写真は撮っておいた方がいいですね。まあ基本初めてやる作業の時はね写真とか動画を撮りまくった方がいいですね。でダウンギアなんですが、スリーブが入るね、歯車がちゃんと内側に来るように差し込んであげます。差し込みが完了しましたら、しっかりねこの新しいダウンギアの方にも、スリーブが、シフトできるかをチェックして組み込みの完了となりますね。であと固定はもちろん取った時の逆で、プレスを使ってね、圧入していく必要があります。圧入するときはね、ある程度長い筒状のものがあるとね非常に便利ですね。僕はなんかこれ樹脂の筒どこで買ったかもう覚えてないですけどこれで圧入していきます。まあ、これでねしっかりとはまるまで圧入してあげれば、組み込みは完了ですね。はい、それではまあ組み上げる前にシフトノブがしっかり肉のローに入るかテストしてあげなきゃいけないですね。 J11 のトランスファーにはパチンコ玉ちっちゃいやつ3つと大きいやつ1個ですが、ここはまずちっちゃいやつ入れます。入れて、はい、入れましたら、まずこの、肉4個を切り替える方のシフトを、これを入れてやると。はい、OK です。はい、で、入りましたね。このように。で、今ここには、バネがあって、パチンコ玉、シャフト、で、次、パチンコ玉です。まあ、この、面になってる状態で入れてください。まあ多分これは組み上げるときやってみればわかると思います。まあこのね、切り欠きがないところが出ちゃうと、真ん中のパチンコが押し出されちゃうんで、切り替わらなくなります。で、パチンコ玉入れたんで、今度は、ローギア、ニュートラル、ハイギアを変えてくれるシャフト、シフトノブを挿入。これは一番奥まで行っちゃっていいです。で、またちっちゃいパチンコ入れて、バネ。これで OK です。はい、これで、まあ仕組みとしては、バネ、パチンコ、棒、パチンコ、棒、パチンコ、バネという風になってます。まあ元に戻しましょう。これですね。今2の H。図も一緒に多分どっかに出してます。図も一緒に出して、今2の H。2H からこれ下に引きます。そうすると 4H。で左右が切り替わる。右に持ってきて上に行くとニュートラル。はい、1個行きました。今ニュートラル。で、もう1個上。これが4区のロー。で、切り欠きを切ってやったんで、今度左にですね。左に行って最後上に持っていくと、2区のローのはず。入った。なんか、これ2区のハイなんで、2区のハイの時これぐらい出てるんですよね。結構出てますよね。この切り欠きがちょっと見えるぐらいまで出てきてるんですけど、今これ2区のロー。ちょっと足りないですよね。もうちょっと削ってやる必要があるかもしれません。ここを削ってスペース拡張です。まあベルトサンダーで削りました。これねもう離脱できないんでね、うまいことシャフトに当てないように
ベルトサンダーで離脱。で、もう一個、ね、シャフトの根元が当たるのが、ここからシャフトが入って、ここに多分当たっとるんですよね。なんで、ちょっとだけここ削ってやります。良い子は真似しちゃダメですよ。そんなことしなくても肉のローできるよ、肉のローできるよってあるかもしれないですけど、まあまあこれはこれで勉強ということでね。まあもう失敗して壊れるのも前提のカスタムなんで、よいしょ、全然いいです。結構削りましたね。結構加工がいるんだな。フロアだけで結構あの切りかけだけでいいって聞いてたんですけど、まあ僕の場合はあの素人なんでね、まああくまで参考までにです。はい、いきます。今肉の、はい、2H いきますね。下いきます。 4H 右に行って上に行くとニュートラル、あれ、はい、ニュートラルで上行きます。でこれで 4L で、この後左行って上ですね。左行ってから上入りました。やった。これが今2のロー、まあ、同じぐらいですね。なんでよっぽどこれでいいと思います。できた、嬉しい。肉のローギア加工できました。で、あとはジムニー本体の方の床を切ってあげれば終わりですね。